はいどうも、妖怪チュプニプニ、今回もやっていきます。やっていくっていうか、ちょっとかなりおサボりしてまして、まだこんな状況なんですけど、はい、ちょっとガチャやっていきましょう。なんかね、集会イベント苦手なんだよね、今思えば。でもなんか自動でやれるやつないんで、ないし、なんか変なの使ったら違法なんだよね。はい、今回はね、正義の妖魔人キャラ復刻出現率アップということで、はい、ただこれはね、欠点があるんですけど、今回はね、あのバイモラエールが、この、そう、10連目でバイモラエールもらえるので、まあ実質無料というかね、まあこの、バイモラエールあれば、まあ10連分すぐ稼げるので、まあおはじきの時だけどね、はい、おはじきとかプリントショットの時に、すぐ稼げるので、まあ、実質無料的に、はい、実質無料的にね。おはじきの時ね、昔は9000ポイントぐらいすぐ稼げたけど、今は8000、7000、6000かな、はい。ただ今回 CM でね、5000Y ポイントついに出たんで、ちょっと今回は、今回の期間でもう一回 5000Y ポイント期待したいな。まあ、ちょっと1アカウントしか出てないんでね。で、ごめんなさい。で、一応ね、軍師、そう。で、ダブルスキルがね、手に入らないんで、まあ、微妙っちゃ微妙なんだけど、軍神はでもつながりやすくなる系で、フィーバーに早く行くために、まあでもな、溜まりやすいがないけど、まあね、フィーバー行きやすい。デカボに降ってくるないの寂しいな。まあ、剣王は、まあ、外れな ZZ かな。剣王、普通の剣王めちゃ強いのにね、なんかあの、クグツもそうだけど、あの、なんだっけ、あの、滅竜もさ、なんか竜神が絡むとなんか弱体化して、最初の妖怪は強いのになんかねって感じだけどね。で、これもフィーバーゲージ溜まりやすい系か。これもあんまりだな。ただ夏読みはね、いいよね。いつものデカポニ4つ作り系ね、はい、ヤモタン解放って感じで、デカポに降ってくる欲しいけど、まあいっかって感じで、はい、行きましょう。で、結構いい確率なんだよね、これね、はい。ZZZ が 1.3% で、 ZZ も 1.7% だよね。 ZZ 以上が 3% ある箇所なんで、もう割と、うん、 3% ってすごいよね。でも前の復刻の方がすごかったよね。前は ZZZ が 2.4% ぐらいだったんで、まあそれはちょっとやめちゃったのかなっていう感じだけどね、はい。まあ、ただ特攻追加にはなんないので、まあなんか微妙なんだけど、まあいっかっていうね、はい。まあ、ちょっと運落としてからいきましょうか。まあ一応ね、実質無料ガシャということ。あ、そうだ、妖魔人コインも今度回そう。なんか妖魔人コインもね、貯めとくとどんどん中身だけはね、すごい良くなってくるんで、なんかイベント最終日に回した方がいいんじゃないかっていうのはどうなんだろうね。まあどうせZも来たことはないけど、はい、いきましょう。そう、あれもすごいよね、中身がどんどんね、 ZZZ が追加されていくからね。さあ、ああ、なるほど。あれ、今回って A ランク以上しかないのに青カップなんて来ないでほしいな。なんか今ね、 TVer 見るとこの前の映画放送されてるよね。これもアニメ、テレビで放送されたのかな。ジバニャン、新ジバニャンと新コマさんね、やってるよね、 TVer で。さあ、金ポン、お、やったぜ。誰だろう、お前かい、モヒカン野郎、プリズンブレイカー。こんなのいたっけっていうね、なんかそんなぐらいのあれだけど、嘘でしょ。プリズンブレイカー相変わらずいるんだな。あれ、こんなのいたっけな。まあいいや、もらえるもんはもらっとくけど、はい。ただね、倍もらえるもらえるんで、はい、まあこれでいつか返してくれるんで、実質無料だよ。で、一応ね、プリ、そっか、お祭 0.8% で、あ、なんかいたわ、 0.66% で、なるほど。で、次がガシャスタンプがフュージョンウォッチだけどね、フュージョンウォッチはもうなんかフュージョンウォッチは作れてるような気がするな。伝説王があれか。あ、フュージョンウォッチ作れてないんだ。あ、しかもあと2個だ。
なるほど、なんかサボってたんだな俺。なんでちょっとできたら20連回して、なんかかゆいところに。そうだったんだ。はい、これちょっと本当は回したいかもっていうウォッチですかね。まあでもいいか、ヨマジンキャラ。あ、でもこれでかいな、ヨマジンキャラ。今回のイベントとか攻撃 30% アップだもんな。あ、これ20連回せばゲットできちゃうかもしれないっていうね。フュージョンウォッチニャイト、あ、ないもんな。なるほど、ちょっと迷いますね。なるほど、はい、じゃあ2番目の中に行きましょう。どうしようかな。フュージョンウォッチって1冊で2回できるかな。はい、これ2番目のアカウントで、あ、そう、これもサボってるな。集会が苦手なんだよな、やっぱり。まあでもいいかな。そう、自分のペースで楽しむのが一番ですね。ウォッチは、そう、意外にフュージョンウォッチがさっき、あ、そうだよね、普通こうだよね。あれ何なんだろう、周回力尽きたのかな。苦手なんだよね、周回がとにかく苦手だ。なんかほんと自動周回すとか、なんか課金したら自動周回できるようにしてほしいな。そういうのダメなのかな。なんで自動周回ダメなんだろう。なんか昔ドラクエでね、マドハンドと大魔神、妖魔神倒すために、なんかファミコンテープで固定して、朝起きたら経験値アップとかやってたけどな。さあ来ましたよ、行きましょう。ポン、誰だろう、楽しみだな。おー、剣王が来ました、いいね。せっかくだからなんか小特攻でもねつけてほしいなっていうところあったけど、普通の剣王が欲しいな。今回私ね、普通の剣王も持ってないので3赤なので、ちょっと嬉しいです。あ、そっか、クグツ剣王って今回の特攻じゃん。え、嘘、あ、違うよ、違う違う、今回は違うよ、今回は不動魔だ、不動魔。なんか王族だから間違えちゃったよ。そう、今回不動魔なんよ。不動魔来い。おお、天駒さん、いいね。今ね、さっきも言ったけど TVer で駒さん対ジバニャン正義の対決がね、前編が見れるからね、後編が来週なのかな。なんで今のうち見といた方がいいんじゃないですかね、 TVer。 あの映画のやつ放送してんじゃないかな。ふいにゃんがね、見れるからいいですね。あの、ふいにゃんいつもね、映画しか出てこないからね。こんなにゲームでふいにゃん出まくってんのに、なんでアニメに出てこないっていうか、不思議だよね。まあでもね、そう、イベントダメでもね、その代わり、あれ、剣王がいない、なんで？あ、種族縛ってるな。いやー、嬉しいな。天駒さんも嬉しいし、まあ実質ね、倍もらえるで、いつでも4500は取り戻せるんで、いつでもでもねえか、おはじきの時ね、おはじき系の時、元気ドリンク系の時か、あの妖魔なんちゃらは昔だけどね。はい、特攻じゃないからビルローンってなんないんだな。剣王来ました。これで一応なんだろうな、シリーズ、妖魔人これね、うん、あ、持ってたのか、そっか。できたら軍神来てほしかったな、限界突破したかったね。この前もね、そうだ、スキル持ってないんだな。うん、まあでも妖魔人って結構ダメない、ダメっていうか全然クリアできてないから本当に揃ってねえな。あ、生理系か、普通の剣王が強いのにな。はい、ちょっとフュージョンウォッチにより少しずつ魂が蝕まれ、くぐつ化した剣を計り知れないほどの邪悪な力で敵味方もろとも消し去るということでね。まあでもいっか、まあ正直あのニャンボでね、あの将棋輪廻を当てたような感覚だけど、でも将棋輪廻その後小特攻になったからな。はい、まあでも妖魔人イベントがある限り
まだね剣王もしかしたらどっかで特攻になるかもしれないんで、はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。ほんといけてねえなこのイベント。そうキラチャラの時はねキラチャラ強かったから頑張ったんだよなちょっと道具は不純だね。はい、じゃあ3番目いきましょう。剣をゲットしました。はい、これ3番目のアカウントで、3番目のアカウントもサボってんな。まあ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 、ただね、あのさっきも言ったけどアニメでね、TVer でね見るとシンジバニャンのね活躍が、シンジバニャン新コマさんのあれが見れるんで、ぜひね TVer で妖怪ウォッチ、エンマもね出てくるし、フイニャンも出てくるんで、ぜひアニメたまにはね見るのもありかなと思います。ちょっとワイポイントはねあんまないんで、正直あんまりやりたくないんですが、なんか10連妖魔人コインって3赤で数が違うな。まあでもね、とにかくワイもらえる貴重なんでね。さあ運落としていきましょう。分身がやっぱいいな。つなぎやすくするってね、あれで使えるからね、短期決戦でも使えるしね。残念、ミジカップは1個でしたが、でもさっきから SSS はなんか出てくるんで、ちょっとね期待しましょう。ああ、エンラが来ましたね。何でもいいから妖魔人増やしたいな。妖魔人ほんとねダメだったけど、剣王、おお、ケンコマさんいいね、ありがたいよ。ケンコマさんゲット。さあラスト、なんかワルニャンを取ってる。ああ、まあ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 、こんなもんかな。はい、でもバイモライルもらえてよかったです。ちょっとメインアカウントね、どうなんでしょう。このフュージョンウォッチ欲しいので、フュージョンウォッチって2体出てくる系なのか、1体出てくる系だったらちょっとね2冊必要なんでもうダメだけど、2体出てくるんだったらフュージョンウォッチの時計の書はちょっと どっかで調べて、はい、もし2体出てきてね、パーツとかけら 2個もらえるやつだったらね、ちょっとメイン役をもう1回回してウォッチ完成させたいと思ってますね。フュージョンウォッチはそうだよね、全然ダメだもんね。なんだろうね、私特有のサボりですね。周回がとにかく苦手でね、はい苦手ならやるなよって感じがするんだけど、はい、なんかね周回ってなんかあれ追われてないじゃんね、なんていうの、あのやんなくてもさおはじきとかみたいに体力回復とかしないからさあ、これも全然ないね、ひどいねこのアカウントも。あ、でもあ、こんな感じではメインアカか、夏読み持ってたの。まあでもね、木の実とか持ってて。そうだね、やっぱりちゃんとキラチャラ持ってるんで、はい、この時は頑張ったなって感じですかね。はい、じゃあ今回はこんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、不動魔もね、普通の不動魔の方が強いもんね。はい、すいません。またお会いしましょう。さよなら。友情落ち欲しいな。